富士通研究所はカーボンナノチューブの研究において画期的な解明をしました。富士通研究所はカーボンナノチューブとグラフェンといういずれもナノメートルサイズの炭素材料を接合した新しいナノカーボン複合構造体を摂氏510度の比較的低温で自己組織的に形成させました。グラフェンは炭素原子が六角形の八の巣状に並んだ構造のことです。やっぱ偶然新しい構造を発見したっていうところが、やっぱ普通研究者はよく失敗したと思って見落としてしまっている中に、やっぱり実は新しいものが入っていたというところが重要だったんじゃないかなと思います。それが今まで見たことのない構造だったので、普通失敗したと思ってしまったところが、実はそこの基板の中には新しい構造が含まれていたっていう。真空層内で原料ガスを熱分解して基板上に薄膜や構造体を合成する化学基礎成長法による実験において、基板上に配光成長した多層カーボンナノチューブ上に数層から数十層のグラフェンが垂直に接合されることを発見しました。今までのカーボンナノチューブはチューブが一本一本、一次元例えば基板のに垂直に成長していたんですけれども、今回のはそのチューブの上にグラファイトの層が数層生える、そういう新しい構造で、その結果としてカーボンナノチューブの一次元的な高い伝導性がグラファイトの表面の二次元的な伝導性にうまくつながっている。カーボンナノチューブは線状の一次元構造のため、チューブの軸に対して垂直な二次元方向には電気伝導性や熱伝導性がほとんどありません。最近は熱の問題が大きくクローズアップされてきており、放熱性をどうやって上げるかということが問題になっています。放熱性の高い材料という意味では、今回のナノカーボン複合構造体は非常に期待でき、またグラファイトが非常に電子をよく流す材料であることから半導体にもなります。したがって現在のシリコンのトランジスタよりも次の世代のより高速なトランジスタの材料に使われる可能性があります。エレクトロニクス会社として富士通研究所は、新しい構造を LSI の放熱やトランジスタへの応用など、現在の LSI の性能をより高めるために使うことを狙っています。 Dig Info News